またええのが始まったやん。おお、ねえ、何よ、何、ハリウッドザコシショウのモノマネ30分が始まったってか、ええやんか、おお、また始まったやん。プレミア配信やん。ええやん、プレミア動画公開でええやん、おお、あれだろ、ほいでお前、なあ、どうもね、ご紹介に遅れました。私が、しょんべん行こして、なめなめて、食いまくり、ザブローでーす。どうも、よろしくお願いしますわ。ええやん、ね。今日も、プレミア動画を公開ということで、週一のお楽しみですわ。ね。すげえ精力的でしょ？こんなもんめちゃくちゃ精力的じゃん。だって一個前はさ、大喜利60分とかってやっただろ？あれ、大喜利60分も結構良かったと思うだよ、俺。うん、大喜利60分もな。うん。で、大喜利60分、読み手で、大喜利やっただよ。60分間大喜利。ね。読み手でバイトで、ね、ゆっくんちゃん雇ったんですけども、まあまあ、悪くない感じでね。頑張っていただいて、ゆっくんちゃんにしては良かったって感じですね。本当はね、欲を言うなら、錦鯉の渡辺隆とかに読んでほしかったですけども、まあ、忙しいんで、ね、そんなにわがまま言ってられないからね、ゆっくんちゃんでいいかな。まあ、でも良かったよ、ゆっくんちゃんで。うん。ええやんって感じで終わりましたわ。うん。ほいで、あれですよ、大喜利60分やって、で、ちょっとね、休みがあっただよ。1日2日。ね。今週の何曜日だっけね。ゴールデンウィークのね、4日かな ?5 月4日か5日か、どっちか忘れたけど、休みだったんだよね。うん、1日。で、じゃあちょっと機械買ってたんで、生配信の機械。ね。ミキサーですわ。触ってなかったからさ、箱から出してね、やっただよ。そしたらなかなかむずいんだよね、あれね。パソコンに配信するんですけども、普通にこうね、録画して収録して、こう配信とはわけが違う。生で配信するって結構大変よ。うん。大変だったんですけどもね。ほいで、テスト配信とかでやっただよ。な、テスト配信。テスト配信やったらもう、なんていうの？もう腹立つんがさ、これプレミア動画、プレミア公開でやったら大体1000人ぐらい見てんの。な ?1000 人ぐらい、まあ大体終わるぐらいで1000人ぐらい達成ぐらいで終わるんですよ。でも、なやお前、生配信お前、大体3時間ぐらいやったのかな、テスト配信。やったらお前、結構なスピードで1000も超えちゃって。なんなんだっていうのお前。特に何もしてねえでよ。おう。特に何も別に、俺してねえよ、別にここでさ。つながんねえな、みたいなことで、全然うまくいかねえな、みたいなこと、ただ言ってただけなのに、なあ、お前、いつもやってるモノマネとか、お前、大喜利とかで全然見てんじゃねえか、バカ野郎、ふざけやがって、この野郎。グッ！ふざけやがって、こら！ふざけて！こら！こら！ふざけやがって、こら！何をやってんだ、こら！おう、紙面飾って、こら！形変えるぞ、こら！形変えてしまうからな、こら、形を！片手、長州です。どうも、最近の長州です。とか言ってますけど。でね、テスト配信やったんだよね。うん。で、テスト配信がね、最初はなんか全然うまいこといかなかったんですよ。音がなんかエコーみたいなのかかっちゃって。ね、全然なんかもう、で、映像は出てるんですけどね。映像はうまくいってたの、音がなんか全然うまくいかない。で、やべえな、これとかして。でも誰か教えろみたいなこと言ってて。俺がね。見てる人に対して、誰か教えろ、この野郎みたいなこと言ってて。で、まあまあ結局治ったんですけど、ほんで、女が教えてくれて治ったんですけど、
で、あれ、あの配テスト配信がね、結構ね、見てたみたいで、芸人とかスタッフとかが。あれ、会うたび会うたび、なんか、あれ、ザコシさん、あれ面白かったですみたいなこと言われますね。うん。びっくりするわ、そんなもん。いつもやってるやつが、お前、面白くねえみてえじゃねえか、バカな、お前。これ、プレミア配信の、お前、こっちの方が。ネタの方、ネタになってる方が、何にも言われなくて、全然ネタになってねえ、お前。ただの、お前、文句言ってる配信の方が、お前、何面白かったって言ってんだ、バカ野郎、ふざけやがって。ゴースゴースふざけて。まあまあまあ、でもいいよ、いいよ。ね、こういう感じでね、やっていきたいですわ。うん。でもね、ほんと今日は、生配信で行くつもりだったんですよ。ハリトザコシショウのモノマネ、生30分で行くつもりだったんですけども、なんかちょっと今日、今週ちょっと忙しくて、うん、週末にちょっとなんか自分で、仕込むものがいっぱいありすぎてさ、なんだかんだで、なんか漫画描けだとか、なんか考えろとか、動画作れとか、いろいろ言われてさ、じゃあこれはもう生配信やってられねえなっていう感じで、今回は、収録でやらさせていただきますわ。再生投げろ、こら再生再生箱に、100円玉投げたら、プレゼン出てくるんですが、ゴースええやんね。ほいで、そうそう、この間、ほいで、久しぶりに営業行ったで、営業。営業行って、まあ、まあ、この、デパートのさ、デパートの中の変なホールみたいなところでね、やったわけですよ。で、前座で松本リンスがやったんですけど、で松本リンスが前座の中ですよ、5分間やれって言われて、5分間ぐらいやれって言われて。で、松本リンスが最初に出たんですよ。そしたら、まあ、受けない、そんなに受けないですよ、やっぱ。知名度がないから。で、まあ、毎日みたいな感じでやってるんですけど、まあ、一笑い、二笑い、撮りたいなーっていう感覚で言ったら、まあ、やや受けみたいな感じで、プライドをズタズタにされて、5分はやらないといけないっていう頭があったらしいんですけども、ね、それをなんか体感で、どうもありがとうございましたーって言ってて、あ、や、なんか俺測ってたんだよね、時間をね。で、どうもありがとうございましたーって言って、袖剥げたのが5分0000秒だったんですよ。だから、どうもありがとうございましたは、4分30秒ぐらいで終わってですよ。4分30秒で終わって、ゆっくり帰ってたって、こういうね。ふざけやがって、おめえ。え？なあ、やや受けのくせに、おめえ、余った弁当は、死守して持って帰ってたな、あいつ。やしいね。やしい！やしいな！やしいやしい！やしい！浅ましいぜ、ほんと。うん。ほいでさ、余った弁当死守してさ、ほいで、何？なんかじゃあ、お酒でもなんか売店で買うかっつってさ、お酒、売店で買ってたよ。そしたら、お前怒ってやるから何も買っていいよとっつって、カゴに入れてさ、ほいでお会計してさ、で、これ僕のですっつって、パッパッて奪いやがって、パッて見たらさ、本物のビール、第一のビール、第一の500缶を2本買ってんだよ。うん。ふざけて、いつもお前、エブリエで第3の500買ってるくせに、な？第3の500パッて選ぶして、自腹だったらな。人のお金だったら第1をパーってもう無断で放り投げて、ね、会計は俺にさせて、で、自分、飲みたいからすぐ奪って、ふざけてやろうだなって思いましたね、ほんと。ほんと、いやしいやつだわ、うん。ね、でも久しぶりにね、営業をやって嬉しかったですわ。なんか楽しかったな。なんかな、あんな感じも、なあ、もう嫌だな、もうこんなコロナもうふざけんじゃねえって感じですよ、ほんと。営業楽しいもんだって楽だからね。なんのプレッシャーもねえもんだって、お前。ノンプレッシャーですわ。うん。まあ楽だったな、営業はな。うん。そう。まあそんなことがあるね。今週は、結構忙しかったんですよ。で、なんか仕込むものもいっぱいあるから、ちょっと生配信はちょっとやってられないなっていう感じだったり、今日は、収録でやらさせていただきますわ。はい、収録でね、ハリトザコシショウのモノマネ30分ということで、よう今日もやらさせていただきます。再生投げろ、再生。再生なのに、100円玉投げたら、釣り線出てくる人生がいいと、ゴースええやんね、ええやん。うん。思っただよ。生配信の時思っただよね。結構コメントとかさ、バーってチャットめちゃくちゃ、書いてくれるのは嬉しいんですけど、なんかね、全然読めなかった、生配信でね。もうべらぼうにコメントがこう来るからさ、全然読めなかったんですよ。うん。まあ、それも考えもんだなっていう感じですよ。だから、なんかトークテーマ、なんか質問とかちょうだいって言ってもさ、すぐもうあっち、上行っちゃうよね。
だからなかなか難しかったなっていうのがありますけども、まあでも生配信はもうマスターできてたんで、もうええやんええやんですわ。うん、というわけでね、今週は、モノマネ30分を、やりたいと思いますわ。うん、今回で3回目か2回目、2回やったのかな、3だ、3回目かな。ハリトタコ師匠のモノマネ30分、じゃあやらさせてください。で、やる前に、儀式というかやることがありますんで、ちょっと、やらさせてくださいね。ちょっとやることがありますんで、ちょっと、うん、神聖なもんなんです、儀式。うん、整えていきたいんですよ。整えてね。なぜならば、モノマネをするから。モノマネをするから、整えていきたいのですよ。モノマネをね、するのでね。えい、モノマネをするので、整えて、させていただきたいでございますね。はい。整ったかな？行きましょうかね。行きましょう。うん。気になっちゃう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 。まんまんまん。ペッペッペッ。まんまん。ペッペッ。まんペッペッ。ペッペッペッ。ギャオギャオギャオ。ハウハウ。カウカウカウ。ギャオギャオギャオ。アウアウアウ。ギャオ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 。やばいよね。やばいよね。やばいよね。とうとう、ハリウッドザコシショウのスタジオに、新スタジオに、このやりすぎのカメラが来たからね。やばいよね。やばいよね。やばいよね。うん。セギちゃんやってる場合じゃねえな。うん。今、整います。うん。気になっちゃう。気になっちゃう。気になっちゃう。まんまんまん。ぱんぱんぱん。まんまんぱんぱん。まんぱんぱん。まんまんあ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 ん。ぱん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 。まんまんぱんぱん。あんあんあん。ぱんぱんあんあんぱんあんあん。あんあんぱんぱんあんぱんぱん。あんあんぱんぱんあん。お前やべえぞ、ほんのお前。こんないかんせん怒ってくるわ。うん。再生くれ、再生、今ので。整います、いきます。ね。もういい感じしろって感じでしょ。いきます。気になっちゃう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 。まんまんまん。パンパンパン。まんまんはわかりますわ。うん。これパッパは何なんだって話でしょ。うん。俺もわかりませんけどね。じゃあ。まんまんまん。喉がね、調子悪いんですよ。ね、喉が。喉が調子悪い。喉合いもねえですからね。うん。じゃあ、もう行きましょうか。行きましょう。うん。気になっちゃう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 。まんまんまん。何を見させられてんだって感じでしょ。まあ行きましょうか。行きます。グース、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 
ストレスが溜まってるんですよね。はい、ストレス溜まっちゃってどうしようもね。やっぱね、ストレスはね、吐き出さないといけない。ね、病気になっちゃうよ。うん。これなんて言ってるか分かんないお客さんいると思うんですけど、これぶっ殺すって言ってるんですよね。ぶっ殺す締めて、業界用語でコスにしてる。なんとも偉い手法ですね。うん。普通にテレビでぶっ殺すなんか言えないでしょ。だから、縮めてコスにしてるっていうね。コスだったら言えるもんね。うん。じゃあこれどうですか？スーパーブース！スーパーぶっ殺す。ね。ええやん、ええやん。通報だけはしないようにね。チャンネルバンされて、されるのは、叶わないですわ。うん。チャンネルバンだけは、勘弁してくださいね。お願いしますよ。ね。はい。というわけでね、ものもね、早速行きますか。ね。やっとだな。いや、だいたい半分、30分の半分は、この、わけわかんねえ、わめき声で終わってるっていうから。ね。うん。行きましょうか。ハリタコさんのモノマネ30分、マルさんでこちら、誇張しすぎた PPAP。懐かしいね。PPAP。これ行きましょうか。ね。ピコ太郎のやつね。うん、行きましょう。てて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 ー。まあ、普通の PPAP は、I have a pen, I have a apple, apple pen ですけどもね。誇張しすぎた PPAP は、I have a pen, I have a anal, anal pen, I have a 尿道, I have a pen, 尿道 pen, 尿道 pen, anal pen, pen 尿道 anal pen。なんだこれ、うん、ふざけやがって、うん、まあ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 、ええやんええやん、ゴースええやん。じゃあ次行きましょうかね。次こちら、やり尽くされた近藤雅彦の真似をあえてやるっつって、近藤雅彦ええやん、うん、じゃあ行きましょうか。バッピッペー、久々にやったなこれ。おう、バッピベービブバブバブビブバブビブバブビビビバビーベビビビンバビビビビビビボビベーブビバーボビベー。おう、あビーブバブバブビ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 ーっていうね、うん、ゴース、いやマッチ、うん、マッチ頑張ってほしい。はい、次、前やったかもしれないけど赤プルもう一回やるかね。赤プルね、行きましょうか。女芸人の赤プル、お前つまつまらまかるまかんのまかんねかなってやつね。うん、ええやん、うん、もうちょっと誇張しましょうか。お前つまつまらまかるまかんまかんねかなってやつね。うん、もうちょっと行く？うん。お前、つまいつまおるまかるまかまかまかねえかな。なんでまた開くんだっつうね。うん。ゴース！はい。じゃあ次。誇張しすぎた 2700？ これもええやん。うん、2700な。まず普通の2700は、てんてれんてんてんてん。右肘左肘交互に見て、右肘左肘交互に見て、でんでれんでんでれんでんですけども、誇張しの2700は、でんでれんでんでれんでん、右ション左ション交互にして、右ション左ション交互にして、でんでれんでんでれん、シュー。これもええな。これはもう仕上がってるわ。うん。誇張しだ2700は、うん。ゴース！これは仕上がってんな。めっちゃやりたいもん。どこの現場でもやりたい、これは。うん。はい、柳原かな子。これ行きましょう。柳原かな子。ピタッタマテートットートタッタタタマテーティタッタマテートッテートタッタタタマテー。そのお洋服気になっちゃう感じですか？シャ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 シ
なんていうか、なんだろうな、尊敬してくれて嬉しいですわ。うん、なんだかんだなんかネタパレの前のなんだキャラパレとかでさ、審査員じゃないけどそこでいただよ。うん、それでライブでも一緒になったな、なんか太田プロのライブでちょっと話してたけど、なんかすげえ好きなんですみたいなこと言ってくれて嬉しかったですわ。うん、こんな売れっ子で、売れっ子にな。うん、ええやんええやん。はい、次、誇張しすぎた藤原竜也、これいきましょう。まず普通の藤原竜也ね。キンキンに冷えてやがれやってやつね。うん、でも、誇張しすぎた藤原竜也はキンキンに冷えてやがれや怖えだよ、ここ天井が低いからさ。うん、ジャンプが加速されたってことね。これジャンプがついたってことですよ。まあ、シンプルに言うと。うん。はぁ、はい、次。長井秀和ね。これええやん、長井秀和。長井秀和はこちらですわ。うん。まず普通の長井秀和。これは、なんとかだ間違いないですけども。誇張する長井秀和は、間違いない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 やべえな、もう誰だか分かんねえじゃん、もう。おう、だからもうとっさに今普通の長井秀和っていうのを入れましたわ。もう間違いない間違いない間違いないしかやらなくなかったんだけど、うん、それをだけやると誰か分かんないっていうね。うん、ゴース。はい、次、誇張してきたネズッチ、まず普通のネズッチがネズッチでーすですけども、誇張してきたネズッチはあーネズッチです。ゴース言って肩いて、うん、整体行きてえだけども緊急事態だから行けなくてさ、なまっちゃってしょうがない、もうほんと。はい、次、誇張しすぎた松井樹里奈。松井樹里奈の真似が結構評判良くて、これがちょっとやりたいと思いますわ。います。大切な誓いの瞬間に、さくらたんにもうちょっとしっかり踊ってって言いました。でないと AKB が終わるから、もうちょっとしっかり踊ってって言いました。ゴーッええやんね。ほいで1位取った時ね、徳光さん、徳光さんが、AKB総選挙第1位は松井樹里奈っしゃる、松井樹里奈って立ち上がったっていうね。ゴー松井樹里奈立ち上がったからな、もうあいーって言いながら立ち上がった。うん、ええやんええやん。一回なんでね、これハリウッド樹里奈とかって言ってるからさ、もう俺とお前二人で対談してな、対談申し込む。うん、どうハリウッド対談っつって俺と松井樹里奈が対談したら面白いだろ。おう、ええやんええやん。次、誇張しすぎた中尾彬ね。まず普通の中尾彬は、あれが志乃なんだね、うんうん、あれが志乃なんだねなんですけども、誇張しすぎた中尾彬はあの指が喋ってるって感じですね。はい、次、誇張なしのクロちゃん、うん、誇張なしのクロちゃんな。よくお前俺クロちゃんって言われるわ。うちの子供にさ、
なんていうの、テレビ見てるやんか、テレビ見てたらさ、俺が出て、あ、パパだって言うんだけど、クロちゃんが出ても、あ、パパだって言うな。うん。違いが分かんねえのかな。全然違うけどな。うん、いきます。こちょなちのプロちゃん。クロちゃんです。わーわーわーな、しん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 なんか踊ったしん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 ね、これ似てるやん、ええやん、ええやん。うん。マジでなんか実家のさ、実家の、静岡のお墓参り行ったでよ。そしたら、その住職に、あーどうも、いつも見てます。ね、クロちゃんさんとか言われますね。なんでこそ間違えるかなっていう感じですね。うん、次、誇張しすぎた宮川大輔、これ行こう。まず普通の宮川大輔が、あかーんですけども。誇張しすぎた宮川大輔が、あーっていうやつでさ、怖えですわ、つくんじゃねえかと思って、うん、ゴーッあーかーん怖え怖え。はい、WWE の AJ スタイルズ、これいこう。ティーリ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 ーティーリーリーリーダデレレン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 デレ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 ってやつね。うん。これ本人のとこ届きましたからね。すごいと思わね。だってお前どこでやったやつ映像だと思う、あれ。あれは大阪か、大阪の劇場でさ、ちっちゃい劇場でやった AJ スタイルのさ、映像をさ、マジの AJ スタイルが見て、この太った亀、甲羅のない、亀は何なんだみたいなことを言ってるね。だすごいよな、マジの本物に届いて、これもう AJ スタイルズやからね。うん、WWE スーパースターだからね。すごいよね。うん、すごいよね、やばいよね。とうとう WWE にもやりすぎのカメラが入ったからね、やばいよねっていうね。次、コナミコマンドする千正男、これいいやん。うん。コナミコマンドは、上上下下左右左右 BA って言うと、それ、押すと、全部つけ。バリアオプションとかミサイルとかつくんですけど、コナミコマンドする千正男。セタセタ、左右 BA ってやつね。うん。これはいいね。うん。これは好きなやつですわ。うん。ええやん、ええやん。再戦くれ、再戦。いいと思ったら再戦。うん。次、江原正宏。江原正宏はね、いいですよ。うん、江原正宏。うん。なんていうかね、芸風は別好きな方ではないです。うん。好きな方ではないですけど、江原正宏あってのハリウッドザコシショウですよ。ね。なぜだかわかりますか？こういう芸風が、ね、あってこそ私たちが引き立つ。うん、こういうね、なんだろうな、女の子に受ける芸人がいてこその、ハリウッドザコシショウとか、クーちゃんとか、RG、そういうのが引き立つわけですよ。だから、ね、アリとキリギリスのもんです。キリギリスあってのアリですから。うん。だから、そうやね。だから、この、なんていう、江原正宏、俺みたいな芸人が全員だったら、もう、俺の仕事なんかないじゃないですか。ね、だから、江原くんがいて、ザコシショウがいるっていうことですよ。行きましょうか。うん。雪やー、キョンキョン。あられやー、キョンキョン。キョンキョン。降っても、降っても。まだ降る山、ふぅ。犬は喜び。庭駆け回、ふぅ。猫は脚立で I can't say goodbye I can't say goodbye ゴース、ね、うん、恥ずかしいですけどね。はい、次、エヴァンゲリオン、碇幻道ね、これいきましょうか。はい、シンジエヴァに乗れ、シンジ。
エヴァに乗れ冬月、冬月も乗れ。冬月は原付に乗れ。冬月も乗れ。エヴァに乗れ冬月、エヴァに乗れ新次、新次、エヴァに乗れ。これはうまいね、これはうまいですわ。うん、な、まあこのな、この光るグラサンがあってのも前ですけども、これ見てよ、これ、これ見ね、外見えると思うやん、全然見えねえの外。うん、真っ暗で外で全然見えない、これもう見え、全然見えないの、これ、これ、これつけてだから歩けないんだから。うん、これお前ぶち当たるね、こんなんね、やばいよ。うん、こんなんをさ、あれ普通に売ってるのはおかしいだよね。うん、はい、だ見えないんだもん、だって前が。うん、次、怪物くんの書くはタイトルの言い方、これいいね。うん、怪物くんのタイトル、タイトルじゃなくて書くはタイトルのとこね。うん、ピンニョウェ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 ニョジャニョ、怪物小僧がやってきたね、これはカンコピね、カンコピですわこれ。うん、ええやんええやん、ゴース。はい、次、やり尽くされた柴田恭平の真似をあえてやるね、これもやりますかね、あえてやりますね、柴田恭平の真似をあえてやる、それが美学。うん、恭平柴田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 、恭平、恭平、恭平柴田、恭平柴田、恭平柴田、関係ないね全然真似でも何でもねえっちゅうな、こんなあ、はいはい、どんどん行きましょうか。これね、あえて読みませんここに何が入るのかなっていう感じですね。これいきましょうかね。みにゅ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 みみにゅ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 、怒られるわはい、次、サンチェ、サンチェの投げ方、これいいな。うん、ディンディリンディリンディリンディンディリンツッってこうなんだよ、もう高いとこからツッってこれね、サンチェ、昔の巨人の、あの外人ピッチャー、うん、サンチェ。はい、次ファミコン、ゲゲの鬼太郎の死ぬところ、俺行きましょうね。はい、デレテンデレテンデレ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 バー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 ゴースじゃあ最後、スーパーファミコン、ファイナルファイトのデブの敵、みんな分かってるよこれ、スーパーファミコン、ファイナルファイトに出てくるよデブの敵、それやりますわ。うん、ダダ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 ダ頭突きで出てくるだろ、なんか頭突きでダダ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 、もう嫌だわ。うん、はい、終わりですわ。今回は、なんと今回は昼間やってるんですよ、夜中じゃなくて昼間、昼間やりましたけどもね、今日今、4時ぐらい、夕方の4時ぐらい忙しいですよ今週。うん、というわけでね、今週は、プレミア配信ね、収録でやりましたけども、来週あたりは生でね、生配信でちょっとなんかやりたいなと思ってますんで、もし、もしかすると変更するかもしれないよ、それはもう絶対じゃないけど、プレミア配信か生配信は絶対やるけど、どっちかはやるけど、絶対生配信っていうわけではないから、ちょっとね、でもでき、時間があれば生配信やります。うん、はい、というわけでね、再生再生再生ちょうだい。あとあれやで、照明良くなったの、照明、照明買ったんですよ。うん、ええやんええやん、どんどん良くなるねこのスタジオが。うん、
えやーえやえやーシュッ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 疲れました。どうもありがとうございました。運房登録してね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 。正面登録やめて。正面登録やめて。正面登録はやめて。